松井塾の松井です。さあ、今日やっていくテーマはこちらということになるんですが、気体中1理科ということになるんですけど、塩素ということになります。はい、塩素ですね。はい、これね、色をちゃんと覚えておいてください。こいつだけです。塩素で色が出てくるの。黄緑色をしてますよと。はい、塩素って何色ですか。黄緑色をしてますよ。黄緑色をしてます。黄緑色をしていますよと。はい。はい、ということなので、塩素っていうのは色が黄緑色をしています。これ一つ目。はい、匂いはどうなってるかっていうと、刺激臭です。まあ、鼻にドーンっていう状ですね。鼻にドーンっていう感じですね。はい。で、二つの特徴を覚え出してください。はい。水に溶けやすいですよ。はい。で、空気より重いですよ。はい。何で集めますかということです。はい。前回から何回も言ってますが、水に溶けやすいということは、水蒸気管は使えません。これ一つ使いません。で、空気より重いので、下方置換になります。いいですか？空気より重いので、下に行きますから、下方置換という感じになります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。